八百田さんの採点ではまだ差が出ていません。ちょっとまあいろんな条件、例えば2ラウンドのパンチ数でありますが、小口の方が66、ムグルマ62、まあ、1ラウンド2ラウンド、これもそれほど差がまだ出ていません。それから今日のキャンバスですが、かなり柔らかいですよね。これは矢部さん、どっちに有利ですか？ムグルマ君の方が有利ですね。と言いますと、動く選手には、ね、柔らかいとね、非常に疲れが早く来るんですよね。そういう点では小口君の方が不利ですね。はい、はい、それから大変な暑さなんですが、これはね、スタミナはね、やはり小口君の方がないですね。そうですか。渡辺さん、ムグルマは暑さにはどうですか？スタミナもあるしね、練習はもう人の場合やってますからね、はい、スタミナの方は心配ないと思います。そうですか、はい、はい、やっと軽く覗かせた左ですが、小口の顔面を捉えました。チャンピオンムグルマ、また左です。もっと詰めて。そう言いますと、オーソドックスのスタイルではありますが、このチャンピオンムグルマは前に出ている方の左のフックに必殺のナックアウトパンチ力を秘めています。攻撃のテンポ上げんだ。また左です。かなり強烈な左が小口の顔面を捉えました。小口が思わず抱きついていきます。今リングの中央ですが、今度はいきなり右を出しました。クロスカウンターの格好ですが、これはちょっと浅かったか。ムグルマ、この小口という選手は攻めて攻めて攻めまくられると、かなりなんか弱みが、ね、出てくるんですよね。ですからね、僕らはムグルマ君がね、もう少しボディを攻めていくんじゃないかなという気がしてましたね、はい、いきなりの右です。ちょっとこれも浅かったか。左のストレートは小口、ムグルマ左右に、左右だ、そう、そう。またいきなりの右です。つなぎや、引きりをして、ほら、アイディ、ほら、これ、エンジン、切れてきたのこの回は、そうですね、いいですね。なかなか動きもいいようですね。そう、すぐ抜いて、そう。さあ、右から左と攻めます。そしてこれでいいんですよね、はい、これでもう少しね、顎を引いてね、攻めていくことね。しかし、小口もパンチを返します。今ニュートラルコールの、コーナーに攻めているのがチャンピオンのムグルマですが、またリングの中央に戻りました。黄色いトランクスがチャンピオン、右のフックです。ムグルマ、そして右をフェイントをかけて左、さあ連打です。チャンピオンの連打です。現在一つの引き分け一つの負けと、最近冴えないチャンピオンに比べて引き分け一つを挟んで3連勝、上り上司の小口の対戦ですが、またいきなり右から入ります。ムグルマです。2ラウンドまではほとんど差が出ていません。強弱入れる、強弱、そう、そう、この攻撃でいいと思いますね。はい、肩抜いて、肩抜いて、サイド、サイド、打ち合いです。ほとんど時間がなくなりました。第3ラウンド、さあ右のショートアッパーです。フックというよりはショートアッパーです。ムグルマ、ここで第3ラウンド終了のゴング。このラウンドは差が出ました、10対9。これは矢田さん、どういうところを取りになりましたか？右のストレートですね、はい、それから右のアッパー、今、はい、ショートアッパーですね、はい、これの技は非常にいいということと、はい、それから絶えず攻撃に出てるということね、はい、前をあまり置いてないでしょ、はい、これがいいんですよね。そうですか。あまり前を置いちゃうと、こういう小口君みたいに上手い選手というのはね、はい、それでごまかされますからね、このラウンドはいきなり左からそして右と返します、かなりムグルマのパンチ力が多かったようです。第3ラウンド初めて100を超えました。第3ラウンドチャンピオンのパンチ数であります、手数でやります。ロープを背にして戦います小口、構成という点ではやはり3ラウンドを通じてチャンピオンのムグルマが優勢であります。攻めています。早くも立たん、腰を据えて。まあ、ひいき目に見ないでも、やはり第3ラウンド、有弟子の渡辺さんから見てはどうだったですか？やはりムグルマが取ったラウンドですか？だと思います、はい、そうですか。プレッシャーも手数もずっと多かったですからね。そうですか、はい、ダメージはまだなかったと思うんですが、ね、なるほどね、はい、試合は第4ラウンドに入っています。第3ラウンドで初めてチャンピオンのムグルマがワンポイント、さあワンツーです。そして今度は左でボディ、もう一回左で顔面、ボディいいですよ、ボディからアップ、アモン行ったやつ、ね、パンチは、チャンピオンが上下に打ち分けます。また左、おっとちょっと小口が弱気になったか。ムグルマのパンチを浴びています。今のチャンスですね、そうですね、はい、小口が抱きついてきますが、ちょっと足へ来ましたか。左から右です、ちょっとブロッキー、
挑戦者の足が止まりましたが、いきなりの右です。依然としてロープを背にしているのが小口挑戦者です。この試合は指名試合で初め第1位にランクされていた大山が挑戦者に選ばれておりましたが、手を故障したということで第2位にランクされている小口が選ばれました。相手との距離を測ります小口。渡辺さんどうですか、小口の方かなり足へ来てますが、スタミナがね、なんかボディ打たれてスタミナがちょっと減ってるんですかね。あ、そうですか、暑さと、はい、連打です。さあ連打です、チャンピオン連打。グラッとしますよ小口、苦しい。左そして右ですが、これはちょっと浅かった。連打です、チャンピオンの連打です。第4ラウンドチャンピオン猛攻、小口はロープを背にしたまま、さあ右左嵐の連打。第4ラウンド残り20秒、さあここでロープダウン、ロープダウンを取りました。レフェリーの柏木亮二さんが挑戦者小口ロープダウンを取りました。さあ試合再開ですが、ムグマの猛攻が続きます。さあここで第4ラウンド終了のゴング、小口ゴングに救われましたが、第4ラウンドロープダウンを取られました挑戦者であります。10対8の差がつきました、2ポイント差がつきましたが、まあ3ラウンドまではそれほどね、効いたパンチ、効いたパンチはなかったんですが、やはりスタミナ不足なんでしょうか。左のアッパーね、腕に効きましたからね、これで一気に出ていくことですよね。そうですね。さあ依然としてエステを休めませんチャンピオンのムグルマです。これはもう渡辺さん当然赤コーナーとすればゴーサインですね。そうですね、はい、相手も勝負に入ってますね。はい、はい、小口も初めて出てきました、ずっとロープを背にしていた小口ですが、このラウンドはリングの中央に盛り返そうという意気込みを見せています。左のアッパーです小口、じっと相手を見て距離を測ってムグルマ、なんとかこのラウンドでフィニッシュしようというところですが、小口も連打、このカウンターを気をつけなきゃいけないですね。不用意に入っていきますといいストレートを持っています小口、左の服から右ですが小口も右を返します。左でボディ、そして右を顔面、ムグルマの上下の内訳、渡辺さん、この辺りのムグルマの爪はどうですか。そうですね、ナッツを握ってね、狙ってほしいですね。狙ってね、もちろんなんですけど、コンビネーションの中の、やっぱり相手のね、チンなり、はい、レバーなりをね、はい、急所を狙ってほしいですね。なるほど、はい、もうパンチを決めて打っていいわけですね。はい、ここでまたロープダウンですね。2回目のロープダウンを取りました。第4ラウンドでもロープダウンがあったんですが、このラウンドでもロープダウン。さあ改めてファイトでやりますが、鼻血が出ました。小口グロッギー、ちょっと目が内側、アウトでしょう。はい、右のストレート、左から右を狙います。ちょっとこれは浅かった。この辺りは渡辺さんが言うように、まずどこを打つか決めて打ってほしいムグルマですが、手は出ていますがまだ決め手にはなっていません。第5ラウンドでやります。さあまた左、ちょっとウィービングして右ですが、ちょっとムグルマのパンチも力がなくなりました。逆にチャンピオンムグルマにヘッティングの注意があった後、さあ連打、終わりですね、止めました。レフェリーストップ TKO。 手元の時計では第5ラウンドの2分26秒あたり、レフェリーの柏木亮二さんがストップを命じました。レフェリーストップ。さあ正式のタイムが発表されます。タイムの試合5ラウンド2分26秒、5ラウンド2分26秒、ムグルマ選手のテクニカルノックアウト勝ちでございます。手元の時計通り5ラウンド2分26秒、ムグルマ選手認定チャンピオンのムグルマ選手がテクニカルノックアウトで5回目の日本タイトル防衛に成功。コーナーに登場いたしました。
いよいよ夢の対決第2弾、元プロボクシング世界フェザー級チャンピオン西条